Sicito koto sereno minaniyotte. Amen. Shui is Kristo no megumi kami no ai. Sereno majiwaring ya minasang to tomoni. Mata anata to tomoni. Minasang senaru saigyo kunao mae ni watashitachi no tsumi e mitome yurushi o negaimasu yo. Zenno no kami to kyodai simai no minasang ni kokoaku shimasu. 私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリアすべての天使と聖人、そして旧大姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。慈しみ深い父よ、あなたを深く愛する心をお与えください。すべてにおいて、あなたを愛し、人の思いをはるかに超えた幸せに預かることができますように。聖霊による一のうちに、あなたと共に神であり、ゆよとこしえに息を収められる御子、私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。
知恵のすすめ4第9章1節から6節。知恵は家を建て7本の柱を刻んで建てた。獣をほふり酒を調合し食卓を整え、はしためを町の高いところに使わして呼びかけさせた。浅はかな者は誰でも立ち寄るがよい。意志の弱い者にはこう言った。私のパンを食べ、私が調合した酒を飲むがよい。浅はかさを捨て命を得るために、分別の道を進むために。神の御言葉、神に感謝。使徒パウロのエフェソの教会への手紙。皆さん、愚かな者としてではなく、賢い者として、細かく気を配って歩みなさい。時をよく持ちなさい。今は悪い時代なのです。だから、無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ、霊に満たされ、詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて
私たちの主、イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい。神の御言葉、神に感謝。私の肉を食べ、私の血を飲む人は私のうちにとどまり、私もその人のうちにいる。アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。ヨハネによる福音。主に栄光。その時、イエスはユダヤ人たちに言われた。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと、互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。主の御言葉、キリストに賛美。今日は第二十主日のテーマは、命のパンについての続きです。17主日から読まれているクリストのパンについての話は、私は天から下ってきた生きたパンであるとの今日の福音でいよいよその核心に触れ、頂点に達します。イエスの宣言を前にユダヤの人々は、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかとつぶやきます。先週のつぶやきに引き続いています。イエスははっきり言っておくと言われます。はっきりと語ることによって、たとえ人々がご自分から去っていくことになったとしてもです。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、私の肉を食べ、私の血を飲む者は、と語られた後に、私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからであると宣言されます。イエスは生体の秘跡を食べ物と飲み物、食事として制定されました。食事することの意義がこれほどまでに高められたのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。
生きておられる父が私をお遣わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きるとは、なんと美しい主との交流、交わりについての言葉でしょうか。食事をする側の私たちが信者として、イエスに接種され、イエスの体になる食事なのです。まさに信仰の神秘ですよ。キリストが語られる言葉の深い意味を噛みしめ、味わいたい一日なのです。聖霊の導きと正しいを祈り求めましょう。アーメン。共同祈願。救いの源である神に感謝して祈りますよ。主が自らを与えてくださる聖体によって、私たちの信仰が強められ、神の子、キリストの真理を力強く証しすることができますように。神は豊かな命を与えてくださる。私たち一人一人が、世界の動きに関心を示し、分別を持って神の御心にかなう平和と人類の一致を目指すことができますように。神は豊かな命を与えてくださる。生き方に悩み、絶望感にも陥るとき、人の心に聖霊の息吹を注いでください。希望の印を見出す、生きる力を取り戻せますように。神は豊かな命を与えてくださる。自分の願いと祈りを伝えましょう。神は豊かな命を与えてくださる。すべてを導かれる神よ。あなたは命の御言葉である恩子を世に使わされました。私たちがキリストの命に養われ、喜びを持って救いの道を示していくことができますように。主、キリストは生きて治めておられます。ゆいよとこしえに。アーメン。主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように御国が来ますように御心が天におられる
慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望、救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、いよいよとこしえに。アーメン。主の岩がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしますよう、主の平和。祈りますよ。慈しみ深い父よ、感謝のうちに祈ります。奇跡によってキリストに結ばれた私たちが、日々キリストの姿に似るものとなり、その命に永遠に預かることができますように。主、キリストは生きて治めておられます。いよいよとこしえに。アーメン。皆さん一人一人この御言葉の祭儀に共に祈ってくださってこれよりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の祭儀終わります。行きますよ。主の平和のうちに、神に感謝。